こんにちは、今日はですねちょっといつもと違う感じでドライブ Vlog っていう感じで車からお届けします。ちょっとね運転をしてるのでカメラの方を見れないので前を見ないといけないのでカメラ目線になれなくて申し訳ないんですけれどもちょっとこのままお話ししていこうと思います。最近私車を実は買いましてすごい可愛いミントグリーンのねめちゃくちゃ可愛い車に一目惚れして買ったので、まあ、そんなに車全然詳しくもないし運転うまくもないしっていう感じなんですけどちょっとねドライブ動画みたいなのも撮っていこうかなと思ってます。あとなんかこう車の中のなんか小物とかインテリアとかなんかそういうのこの間見に行ったんだけどすごい男の人っぽいものしかなくってなんかもう黒と赤とかなんかおしゃれ感ないなみたいな感じのものばっかりだったのでなんかそういうものでカーグッズでもうちょっと可愛いもの探したりとか自分でねカスタムしたりとかそういうのもやりたいなと思ってます。今までほとんど車に興味がなかったんですけど、まあ、自分の選んだ可愛い車と思ったらなんかいろいろねカスタムとかして可愛くしたいなっていう気持ちがね自分でもびっくりするんですけど出てきたのでそういうね車の動画とかも撮りたいなと思います。で今日は、どこ行くかというとスターバックスのドライブスルーにこれから行ってみます。ドライブスルーってあんまり件数そんなにいっぱいないのかな。私もたまにしかねドライブスルーは行かないんですけど、スターバックスはもう本当に自粛前までは週1、週2ぐらい多い時週3ぐらい行っていてというのも私スタバ大好きなんですけど昔働いてたことがあってでもそれ本当昔々のかなり昔の私が20歳ぐらいの頃の話なので20年以上前なんですけど働いてたことがあったのもありすごい大好きなんですねスタバが。でまあドリンクも好きだしフードも好きだし、まあ、お店の雰囲気とかがね何より大好きなので結構ちょこちょこスタバには行ってるんですけど、まあ、自粛でね 2,3 ヶ月本当に人生初ぐらい行けなくなっちゃってすごい寂しかったんですけどまたね行けるようになったので最近ちょこちょこ行ってて、私スタバでね結構ドリンクをカスタムするのが好きなんですよ。でカスタムっていうのは実はあんまりね知らない方も多いかもしれないんですけどスタバってねドリンクにシロップとかを入れたりできてバニラシロップとかねヘーゼルナッツシロップとかあとチョコシロップチョコソースみたいなのとか入れられたりあとホイップクリームをね乗せれるんですよ。私ホイップクリーム大好きなんでドリンクにも乗せるしペーストリーってお菓子シナモンロールとかそういうのにもボリボリホイップクリームを乗せたカスタマイズをするのが大好きでまあちょっとねカロリーはねやばいと思うんですけどそうホイップモリモリにするのが好きなのでちょっと今日もそんなカスタムドリンクをね紹介したいなと思って私が大好きなカスタムドリンクを頼みたいと思います。普段ホットドリンクばっかり飲むんですけど、まあ、今日はね結構暑いのと、まあ、皆さんなかなか真夏にホット飲まないと思うのでちょっと冷たいドリンクでフラペチーノでちょっとしたカスタムをしたいと思います。お、着いた着いた。はい、ドライブスルー着きました。こんにちは。ご来店ありがとうございます。注文決まりでしたらお伺いします。マンゴーフラペチーノのトールサイズで、はいはい、ホイップ付きでホイップ多めにしてください。ホイップ付きでホイップ多めで、はい。はい、以上です。はい、かしこまりました。ホイップ多めに追加のマンゴーソーダフラペチーノで、はい。ごゆっくり前に乗ってください。ありがとうございます。はい。失礼いたします。ありがとうございます。はい、アプリで払います。コーデに追加しておりますマンゴーパッションフラペチーノです。はい、はい、ありがとうございます。買えた。これを頼みました。マンゴーフラペチーノのトールサイズの
ホイップ付きでエクストラホイップ、ホイップ多めって意味ですね。とこれぐらい結構モリッとホイップを乗せてくれます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんかマンゴーとホイップって一見ミスマッチな感じがするんだけど、なんかさっぱりとこってりで結構実は相性がよくって、これ最初に発売した時はこのホイップ付きで出てたんですけど、それがなんかこう年々というか、まあ、ある時からこのねホイップなしになっちゃったんです。だけど私はこのホイップ付きがすごい好きで、マンゴー頼む時は絶対ホイップ乗せて、でホイップ多めにしてくださいって言って頼んでるんですけど、これ混ぜても美味しいし、ホイップだけちょっと食べても美味しいし、こうね混ぜるとねまたね味がね変わって味変できるんですよ。うん、結構フラペチーノではこれが一番好きかな。さっぱりしてて、他のはねすごい甘いんだけど、これは真夏でもすごいさっぱり飲めるので、私はこれが大好きです。このカスタマイズは超おすすめです。まあ、こんな感じで結構ですね、実は私無限に自分の好きなカスタマイズを持ってるので、まあ皆さんがねハマるか分かんないですけど、自分の好きなものをね紹介していこうと思います。ドリンクとか、まあ、あとペーストリー食べ物のカスタマイズもあるので、いろいろスタバ行ったら紹介したいと思います。それではこの動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。なんかスタバで気になることとかあったらコメント欄にいただけたら、私も調べたり実際行ってみたりするのでぜひコメントください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。